はい、IPU ゴールキーパープロジェクトをご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、毎週水曜日トレーニングセンターで行われているウェイトトレーニングですね、どのようなことをしているのか少しレポートしていきたいと思います。見えますか、そこにある環太平洋大学トップガンというのがあるんですけども、そこのトレーニングセンターに行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。 Get ready for Tabata Let's goI'm not going to do that.
すぐ寄ってったらやめるよね。じゃあもうちょうど8回だったんですか。ああ、じゃあもう10回。タッチが上手くなるね、これで。タラちゃん、これ何の喋るの？ YouTube。YouTube、 マジで行きますか。じゃあ俺 YouTube。 タラちゃん筋トレ編。何の企画するの？1分半やって。うん。昨日ガクトやってん。いや、どう筋トレ毎週水曜日やってるけどどうですか。筋トレ気持ちいいっす。気持ちいい。野中さんどうですか。え、野中さんどうですか。野中さんどうですか。これ施設がいいと思います。いい施設なんで、いい体もモチベーション上がる、はい、なんか筋トレしてこうなんか成果というかどう、なんかゲームとかやってみてこうフィジカルでこうコンタクトスキルで負けないとか。1回1回当たるそのは強くなったけど、まだまだ継続して、うん、
ガンメニューとかも入れて筋トレとかも併用してバランスを、はい、いいやん、これ始めたばっかりよね。はい、どうすキーパーは走力よりも筋力の方が大事だと思うんで、まあ、そこはすごいいいと思います。やんなきゃいけないね、はい、みたいな。じゃこの番組見てる人に筋トレの良さを、パワーが伸びとかバネとか必要になってくると思うんで、キーパーがね、はい、うん、下半身もう忘れずにバランスよくゆうやはバランスはすごい大事だと思うんで、うん、下半身だけつけてもダメだし上半身だけやってもダメなんで。え、福岡ってさ選手権で当たったでしょ。な、昔から仲いいのこれ。大学来てから選手権始まって飯塚を警察しててそれでアンキーパーも IPU らしいようになって、うん、そこで知りました。で、IPU 来て仲良くなったって。仲良くはなってない。仲良くなってる。まだ仲いいっす、仲いいっす。まだバチバチ行きづらいですね。正規だね。仲良しです。そういうことで週1回筋トレやってます。まあ、やっぱりあの関東関西に負けないフィジカルって大事だと思うんで引き続き頑張っていきましょう。はい。それではチャンネル登録をよろしくお願いします。さよなら。さよなら。